はいどうも、岸田模型です。今回は USB 充電式ファシネイテッドエアブラシのレビューと、ごく初歩的なエアブラシの使用方法について解説します。今回はこのファシネイテッドエアブラシシステム、 USB 充電式のコンプレッサー付きエアブラシになります。こちらをメーカーさんからご提供いただきましたので、これのレビューとそれと合わせてエアブラシの基本的な使い方をご紹介しようと思います。まずはファシネイテッドエアブラシの製品の内容を見ていきましょう。ハンドピースは口径 0.3 ミリのダブルアクションタイプのスタンダードなものが付属しています。でこちらがコンプレッサー本体になります。バッテリーは内蔵式になっています。でその他付属品もかなり充実しています。充電ケーブル、通常のコンプレッサーなどにハンドピースをつなげる各種コネクタ、塗料カップもサイズ違いで3種類、洗浄用ブラシ、ノズルレンチ、スポイトが付属しています。エアブラシを初めて使用するという人には、スターターセットとしてとてもいい内容だと思います。コネクタの中に見慣れないものがあったんですが、これはガンダムマーカーエアブラシシステムのジョイントになります。なのでこのコンプレッサーに取り付けてガンダムマーカーのエアブラシも使用することが可能です。それではハンドピースを取り付けて作動させてみます。ファシネイテッドエアブラシはエア圧をローとハイの2段階に設定することができます。コンプレッサーの作動音はこんな感じになります。電源ボタンを押すとエアーツローでまずはコンプレッサーが作動して、もう一度押すとハイに切り替わります。バッテリー残量も表示されるので、このバッテリー残量を確認しながら塗装することができます。充電は背面に差し込み口があるので、そこにケーブルを挿して充電します。それではエアブラシの基本的な使用方法をやっていきます。まずはハンドピースの操作方法から。ファシネイテッドエアブラシにはダブルアクションタイプのハンドピースが付属しています。ダブルアクションタイプは最も一般的なハンドピースになります。このボタンを押すことによってエアが出て、ボタンを引くと塗料が出ます。このノズルの中にあるニードルがボタンを引くことによって交代して、ノズルが開いて塗料が出る仕組みとなっています。ニードルの交代量によってノズルの開口面積が変化するので、塗料の噴出量を調整することが可能です。ボタンの引き具合で調整できますが、このハンドピースの後ろにあるニードルストッパーを使うことによってニードルの交代に制限をかけることができます。ニードルストッパーを閉めるとニードルを交代することができなくなり、ある程度開けると全開まで交代させることができます。このニードルストッパーを利用して塗料の噴出量を楽に調整することができます。それでは実際に塗装していこうと思います。まずは塗料を用意します。今回はミスターカラー、ラッカー塗料を使用して塗装します。ミスターカラーをはじめ多くの塗料は瓶に入っているままの状態でワイヤーブラシで吹き付けはできません。薄め液、溶剤で希釈する必要があります。塗料の種類、メーカーの違い、塗料の状態によって希釈度合いは変わってくるんですが、大体の目安としてミスターカラーの場合、塗料1に対して薄め液2以上の割合で希釈します。塗料は塗料皿で希釈してからエアブラシのカップに入れます。直接カップの中で希釈する方もいますが、慣れないうちは均一に希釈するのが難しいのでおすすめしません。薄め液に関してなんですが、このエアブラシ用の薄め液も販売されていますが、必ずこれを使用する必要はなく、通常の薄め液でも問題なく使用することができます。塗料と薄め液はよく攪拌して混ぜ合わせます。プラ板に試しに吹き付けてみます。塗料の希釈がうまく合っていないと塗装面がザラザラになってしまったりといったトラブルが起きます。塗装前にテストピースに吹き付けて希釈を調整してから塗装した方がいいでしょう。希釈が足りなかった場合、塗料の粒が大きくなります。プラ板などに吹き付けて、その塗装の境目を見ることでそれを判別することができます。次にエアブラシの吹き付けについて説明します。まずはこの図をご覧ください。
具体的な数値は使っている機材などによって変化しますので明記をしませんが、この関係性が成り立ちます。エアーズは使っているコンプレッサーによって調整できなく固定になってしまうケースもあるかとは思いますが、基本的には塗装する面積によって塗料希釈、塗料噴出量、可能であればエアーズを調整するということになります。それではテストピースを使い実践します。このプラ板を均一に塗装する過程で行います。なのである程度塗装面積は広いということになります。ファシネーテッドエアブラシはエアーズを2段階で調整できるのでハイで塗装します。エアーズが高いということはそれだけ塗料を飛ばせるということになので、塗装対象物とエアブラシの距離は遠目で吹きつけることができます。塗料の噴出量は最大にしておきます。この状態で細かいものを塗装しようとしてエアブラシを近づけると当然このようになります。細かいところ、例えば入り組んだところや迷彩をフリーハンドで描く場合などはエアブラシを近づけて塗装することとなるので、エアーズをローで噴出量を絞ります。これで逆をやろうとしても当然色はつきませんし、均一に塗装する場合は効率が悪く塗りムラができやすいということになります。試しにこのガンプラのパーツを塗装してみます。全体を均一に塗装するので、先ほどお話しした通りエアーズはハイ、噴出量は最大です。適正な距離を保って塗装します。充電式コンプレッサーはエアーズは高くないので、エアブラシの動かし方はゆっくりで大丈夫です。早く細かく動かしてしまうとこのように色はつきません。このようにどのようなものを塗るのかによってセッティングしてから塗装していきます。特にエアブラシの塗装で注目される部分はエアーズだと思うんですが、最初のうちは固定でエアーズが低いものを使用して、慣れたらエアーズ調整式にステップアップするのがいいと思います。エアーズを調整する目的は重たい塗料、つまりあまり希釈していない塗料を吹き出すためではなく、先ほども言った通り塗装面積によって調整するようにしましょう。次にエアブラシの洗浄についてやっていきます。色を変更するとき、使い終わったときに行います。まずはカップの中に残っている塗料を拭き取る、または拭き出して空にします。薄め液またはツールクリーナーなどカップの中へ入れます。薄め液の量は大量に入れる必要はなく、カップの底に少し溜まる程度で十分です。ノズルを指で塞いでエアブラシを吹きつけるとエアが逆流してノズル内部の洗浄ができます。これはノズルキャップを少し緩めることによっても同様に行えます。カップの中や底の部分は筆を使うと楽に洗浄することができます。これを 2,3 度繰り返すと薄め液に色がつかなくなってくるので、そうなれば洗浄終了です。使用しているとキャップ先端に塗料が溜まってきます。これはキャップを外して筆、綿棒などで洗浄します。キャップの付け外しの時にはニードルを傷めてしまわないように交代させて行いましょう。通常の洗浄はこれだけになります。分解洗浄はそう頻繁に行うものではありませんので、これはまた別の機会にできればいいなと思っています。ファシネーテッドエアブラシは価格もお手頃ですし、付属品も充実しているので、エアブラシを始めてみようかなと思っている方々には最適なのではないかと思います。性能も十分ですので、もうすでにエアブラシを使っている人もサブ用として導入されてもいいんではないかなと思います。エアブラシの使用方法についてはちょっとまとめきれてないところもありますが、皆様のご参考の一つになれば幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。また次回。